阪神タイガース VS ヤクルト岡田監督コメントまとめ。接戦の勝利。今日の試合はビーズリーがね、まず初回から飛ばしててね、5回かなというね、でも5回のピンチも切り抜けて1点取ったんだけど終わりかなという感じだった。だからもう守りきるしかなかったですね。最後は木浪の好プレーも出て、何ていうか1点でもね、後ろ2人はだいぶちょっと間隔空いてたしね。今は石井がすごく調子戻ってきたんで、桐敷はちょっとねきつかったですけど、ビーズリーの良かった点は最後はちょっとバテてたみたいですけどね。2軍でもずっと登板の時はコントロールもいいし、ストレートもだいぶまた速くなっているので、変化球もいいので5回くらいまではという感じでしたけど十分ですね。大山は2試合連続のタイムリー、まあそんなに納得いく当たりじゃないと思うけど、打点もついてね、打席で余裕が出てきたというか。まとめ、ビーズリーは十分すぎる内容、後ろ2人の間隔が開いていたから良かった、大山は打点がついて余裕が出てきた。